4病院再編に反対します。仙台医療圏を中心に県内の地域医療の現在と未来を見据え、病院機能を集約・拠点化をすることで政策医療の課題解決と県民に適切な医療を提供するのが本来の目的です。そのためには再編の目的から逸脱しないよう、当事者・専門家の声を聞き、より丁寧な議論が不可欠です。しかし知事が進める4病院再編には、地元住民・患者・医療従事者から不安や疑問が出ています。特に県立精神医療センターの移転については、知事の発言がたびたび変更され、当事者を含む県民に混乱を招いているため、4病院再編計画は白紙撤回をするべきです。宮城県がん条例の制定を目指します。宮城県がん対策推進基本計画は、がん対策基本法に基づいて平成20年3月に制定されました。がんは深刻な健康課題で、現在では3人に1人ががんで亡くなり、2人に1人が罹患する状況です。しかし国や自治体の取り組みだけでは不十分で、県民の協力が不可欠です。宮城県ではがんは死亡の第1位であり、年間7000人が亡くなっています。県では様々な施策が行われていますが、県民のがん対策に対する理解や協力はまだ不足しています。そのため宮城県がん条例が必要です。これにより県民全体でがん対策を推進し、がん患者とその家族を支える仕組みを築きます。連携協力の強化と財政措置の実施を求めます。インクルーシブ教育を促進します。普通学級で学びたいという発達障害のお子様の希望が叶わなかったことに問題意識を持ちました。受けたい教育を受けられることは本来あるべき姿だと私は思っています。心身にハンディを抱えた子どもたちが同じ学校で一緒に学ぶことができるインクルーシブ教育の確立を目指してまいります。それには子どもたちの意思を尊重し、一人一人に合った教育プログラムと、一人一人に合った個別のサポート、そして学校施設の整備が必要です。私は分離教育の弊害を減らし、多様性を受け入れ、包摂的かつ公平で質の高い教育を提供できる制度の確立を目指してまいります。地域企業と連携し、フードチケットの配布を通じて子どもの貧困対策に取り組みます。どこでも子ども食堂をご存知でしょうか。貧困に苦しむ家庭の支援を民間団体主導で行っており、毎月定額のチケットを提供し、地元の飲食店で食事ができる取り組みです。この取り組みにより、子どもたちは食事に困ることなく、地域との交流も図れます。また外食の効果もあり、親にとっても家事と家計の負担が減り、子どもとの貴重な時間も確保できます。現在子どもの貧困率は7人に1人と言われています。本当に支援が必要な子どもたちには、食事の提供だけでなく、見守りと支え合いの支援も必要です。そのためには行政の協力も不可欠です。行政が地域と連携できるよう、子どもたちへの支援の強化に取り組みます。子どもホスピスの設立を支援します。一般的にはホスピスというと終末期ケアという印象ですが、宮城子どもホスピスはコミュニティ型の形態を目指し、専門知識を持った看護師らのサポートのもと、難病や小児がんの子どもたちとご家族も共に過ごせる第二の居場所づくりを目的とします。かけがえのない大切な今という時を楽しみ、より深く生きるためのもう一つの家づくりのため、外出さえままならなかった子どもたちのために、さまざまな体験の機会を提供し、子どもの発達や成長を支え、また張り詰めた日々を過ごす家族に対してのフォローもできる子どもホスピスの設立に、私は全力で取り組みます。女性起業家を増やし、経済を活性化します。子育てや家事の合間にできるビジネスや在宅での起業に興味を持つ女性が増えてきています。
自分らしく柔軟に働きたい、時間と場所に縛られずに働きたい、そういう理由から女性起業家が増えてきています。女性ならではの視点で安全性や環境への配慮など女性のニーズに応える事業やサービスなどが増えてきています。宮城県は UI ジェンタン企業支援や補助金、融資、資金以外のサポートなど女性起業家を支援しています。しかし仕事と家庭との両立が難しいこと、産休や育休制度の公的サポートが受けられないことが課題となっています。女性起業家を増やすためには官民一体となった支援プロジェクトが必要です。デュアルライフの促進を通じて空き家対策や地産地消を推進します。デュアルライフは都市と地方を行き来する新しいライフスタイルです。都市の利便性と地方の自然を両方楽しむことができます。実は今意外にもデュアラーの半分以上は時間と収入が限られた20代から30代です。デュアルライフは自然に癒されながら趣味を楽しみ、のびのびと子育てができ、ふるさとを支える地域貢献にもつながります。デュアルライフのメリットは個人の生活満足度の向上と空き家や耕作放棄地の利活用にもなり、地産地消の促進と地域の交流人口の増加が期待されます。課題としては移住コストの削減などが挙げられ、自治体からの支援がさらに必要となります。